雪の結晶、6回対象である。回転対象は、図形を特徴づける対象性の一群である。N を2以上の整数とし、ある中心、または軸の周りを回転させると、自らと重なる性質を N 回対象、または N 小対象、度対象などという。例えば、N イコール3の場合、120度回転させると、自らと重なる3回対象となる。 なお、N?2 の N に対しても、形式的に N 回対象の定義はできるが、N イコール1の場合、360度回転して、自らと重なるのは、自命なので、1回対象は対象性とはみなさない。また、N 回対象ならば、常に N 回対象であるため、複数回対象について論ずるべきことはない。磁場のような政府がある場で、回転させると、 自らと政府が逆の場になる性質を回転反対象という。N 回反対象ならば、回転させると元の場と一致する。つまり、n 二回対称でもある。ここで、n には整数でなければならないため、N は常に偶数となる。つまり、回転反対象は常に多摩数回反対象である。大分県姫島村省。七回対称すべて、回転中心は、 図形の中心。すべて回転軸は図形の中心を通るものに限って述べる。ありがとうございます。